皆さんこんにちは、店長武蔵チャンネルでございます。いつもご視聴ありがとうございます。今回は久しぶりでございます。 BMW C650 スポーツ、こちらにですね、はい、乗って今家路に着いているところでございます。ちょっと、車両をですね、レーシング S125 こちらちょっと預けて、はい、で預けてあった C650 に乗って、帰っているところでございます。C650 スポーツ、BMW のビッグスクーター、のスポーツモデルですね。もう1台 GT っていうのがあったかと思うんですが、はい、で従来は C600 スポーツっていう名前で排気量は650だったんですけど、 GT との名前の分け方がちょっとですね、なんか よくわからない部分があったわけですが、それは650に統一されたということでよろしいですかね。はい、で、現在はですね、なんか400っていうのが確かあったかと思います。300何 cc ですかね、そのモデルが最新のスクーターということで、装備もね、新しくなって、あの TFT の液晶メーターだとかですね、魅力的な装備があったりするんですが、はい、まあ、そこはでも 650cc なりの良さがありますので、選択が難しい、そんな感じもしますが、はい、さあエンジンはですね、まあ、皆さんご存知の通り、台湾のキムコの工場で製造、しているタイプでございます。でこのエンジンと同型なのか分かりませんが、いわゆる BMW の、一番小さい車って言っていいんでしょうか、あの電動の車ですね、電動の車のハイブリッド版、発電用のエンジンを積んでいるバージョンが出たかと思うんですが、そのエンジンもキムコの製造、ということになっております。さらにあのオフ車ですね、 G450X450X っていうバリバリのエンデューロマシンがあったかと思うんですけども、あのエンジンも、キムコで製造をしていたということは、記憶に新しい、ところでございます。そんなところでですね、一度はちょっとこれはね乗ってみたいっていうあれがあったんですが、はい、エンジンがですね270度クランクということで、いわゆるヒュンヒュン、もちろん回転回るんですけど、何かですねちょっとキャラクターを、主張しすぎているような気がするのは私だけでしょうか。はい、エンジンがですねちょっとこう、まあ、スクーターなので、まあ、難しいんですけど、まあ、あんまりエンジンを主張しないっていうんですかね、スムーズに回るそういうエンジンもいいのかなと思ったりもするんですが、まあ、一方こういうキャラクターが立っているエンジンっていうのも、もうもちろんまあ、乗ってて飽きないかなっていう感じはするんですけど、そのあたりがちょっと面白い、ところかなと、思ったりいたします。はい、ね、やっぱこういうのをおそらく BMW、これは BMW がこういう仕様で作れっていうふうに、言ってると思うんですよね。それを、キムコの方で、それにのっとってね製造しているということだと思いますので、キムコの方がですねこういうっていう感じでっていう感じで作ったものじゃないと思いますんでね。はい、まあ、確かにあのフラットツイン、その他にもですね、あの4気筒、縦置きの4気筒であったり、本当にあのエンジンのキャラクターっていうのはですね BMW のまあ魅力でもあるわけですが、そういったところでね、スクーターとして、何かこうなんていうんですかね、表現がちょっと適切かどうかは分からないんですけど、まあ、ゼロ戦とかですね、ああいうプロペラ機、みたいなイメージがありますかね、感じで非常にキャラクターの立っている、エンジンだなと思ったりいたします。はい、さあもちろんこのスクーター、やっぱり BMW のスクーターっていうことがあって、いろんな特殊な装備も搭載されております。で何よりもなるほどなと思うのは、
ホイールパーキングですね。普通パーキングブレーキとかがついてるんですが、 BMW これついてないんですよ。で、ホイールパーキング、いわゆるパーキングブレーキですか、パーキングブレーキついてないんです。いわゆる手動のものがついていないんですけど、これサイドスタンド連動なんですよね。サイドスタンドを出すと後ろのホイールにブレーキロックがかかると、そういう仕組みになっています。ですからセンタースタンドですと、まあ、必要ないんで、まあ、いらないんですけど、サイドスタンドを出すとですね、必然的にブレーキがかかるというシステムになっております。そのあたり、これさすが BM だなと。今までそういうのなかったですよね。手でやるものがねついてるんですけど、まあ、確かにサイドスタンド出してそのままブレーキかかって、まあ理にかなってるなと、まあ、そんなことを思ったりもしますが、まあ、おそらく台湾ではあまり受けないような仕様かなと思います。まあ、もちろんビッグスクーターなんでそういうのがついてるということが言えるとは思うんですけども、まあ、その他、まあ、BMW なんで当然と、まあ、当然なんでしょうけど、いわゆるグリップヒーターね、さらにはシートヒーター、さらにタンデム部は独立するんですよね、シートヒーターは。だから別々にシートヒーターを使用することが可能となっていたり、うん、このあたりですね、かなり、やっぱり、ね、乗り手のことをいろいろ考えて作ってあるなと、うん、そんなことを思ったりいたします。はい、さあそんな感じで、いわゆる最近、C650、まあ、C600 もそうですけど、 BMW の中では新しい部類の、オートバイになりますので、いわゆるですねこの辺のスイッチですね、いわゆるウインカースイッチとかが左右独立ではなくて左側にもう備わっていると。でこれいわゆる機械的なあれじゃないですね、ソフトスイッチみたいな感じになってますね。はい、あとですね、まあ、他にもスイッチ、いろんなスイッチがありますんでね、そのあたりでちょっと、はい、でこれちょっと多分見えるかどうかわからないんですが、ちょっと待って失礼します。はい、今フュー、ですねオイルに警告灯がついてるんですよ。はい、でオイルレベルがこれ監視してるんですけども、でオイルレベルが低いとこれ出るんですが、これ寒い時、暑い時はいいんですけど、寒い時とかですとちょっとねエラー表示が出ちゃうんですよね。でそういう場合1回エンジンを切って入れると、もうオイルが温まっている段階だから出ないと、まあ、そんなようなですね、ものが実はあったりするわけでございます。はい、そのあたりでですねちょっとねこれ1回切って、そしてオンね、はい、それでどうかって感じですね。はい、であとですねもちろん ABS は標準装備、そして、アンチスピンレギュレーター、そういったものも搭載されております。こんな感じで、ね、はい、どうでしょうか。あとねこういうとこにこう、そしてこっちにもねこういうね、はい、でここに ETC2.0 が入ってるんですが、これ私知らなかったんですが、これハンドルロックかけるとですねここ閉まっちゃうんですよね。ハンドルロックと同時にこれもロックかかるんで、ETC2.0 ここに入ってて大丈夫なんです。はい、そのあたりね最初知らなかったですね。あんまりハンドルロックしないんで、はい、店ではねやっぱりしないですからね。はい、まあ、そのあたりで、さあそんな感じで、あとオイルチェック、なるほど、ずっと出てますね。つい、この間、エンジンオイルは交換しているのですが、はい、ちょっと多めに入れるのが、もしかしたらいいのかもしれない。はい、で、取説にも書いたんですよね、つい、一度エンジンを止めて、それからもう一度やってくださいみたいなね、それで正しいオイルレベル、測定できますみたいなことが書かれているんで、まあ、そのあたりでちょっとで簡単にオイル外から見られないのでカバーに隠れちゃってますから、そのあたりで、まあ、こういう仕組みになってるんだろうと思うんですよね。はい、
こう勇ましい音がするわけです、はい、さあそんな C650 スポーツに乗りながらお送りさせていただきました店長武蔵チャンネル、今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございました、またお会いできるのを楽しみに失礼いたします。